明日から東京臨海副都心エリアでアートフェスティバルが開かれます。イベントではこのように絵画も楽しめますが、こちら仮想現実を使ったデジタル作品も体験できます。アートベイ東京アートフェスティバルでは、現代アート作家による先端的なテクノロジーを使った作品などが臨海副都心の7つのエリアで展開されます。2026年に有明に開業する東京ドリームパークの建設現場では、イラストレーターのガーコさんが制作した全長25メートルの臨海副都心エリアをめぐる過去、現在、未来がテーマの壁画が展示されます。アートフェスティバルは明日から24日まで開催されます。